さん、ついもうなかった。そうか。じゃあ、今日買ってこよう。いつももうダメやね。いくら磨いても、ちょっとも引かないよ。あれはまだいい。おかげで十分切れてきたよ。まだまだ履ける。どうせお前忘れもんないか。忘れ物ないか。終身算術、歴史読み方、思考。あ、しもた、そろばん忘れた。ほら、みん。照らしがないぞ。円の面積は半径の事情に 3.14 をかける。うん。円錐形の体積は半径の事情に 3.14 をかける高さかける。それを3で割る。よろしい。いいかね、神経 AEDC は円に内接してるから、各 ACD は DEF と I 等しいね、円に内接する神経の外が。また、各 AEC と ABC、この枠この枠は I 等しいね。何でしょう。加藤。同じ子 AC の上に。そう、同じ子 AC の上に立ってるから、この枠この枠は I 等しい。しかるに、三角形 ABC は、これは二等辺三角形である。だから、この角とこの角は相等しい。したがって、この AEC と DEF もまた相等しいね。わかったか？何か質問はないかね？では、ここまでにして、今から兄さん、修学旅行の注意をします。静かにして、静かにして。4年生は今度東京方面に行く。東京はい、はい、東京ではまず球場を要拝、明治神宮靖国神社を参拝、それから鎌倉江ノ島箱根方面を見学する。ではお願いします。皆さんこちらをご覧になって。はい、はい、では参ります。お前、よう、なんか、やつらやな。見れてます。お、見てください。お、ある。お、車。
てしまう。それは困った。世界ごめんな。すげえか。うん。どうしてやってる。時間。やってる。いいって言ったか。ダメだ。ダメでした。なんとないです。帰り、歩いてるか。大丈夫や。明日、実家に砂糖を塗ってけ。おい。ここのメンバー何件来てるか。前回の件や。なん、こいつ知ってるわ。だな。そんなことそこに知ってるわ。おお。あれは、いい人じゃないかな。注意してたんだから、まさか乗る前とは思うけど。誰か乗った者おらんか。誰かボート乗った者おらんか。すいません。どうした？いかんか。すいません。本当に知らんか。すいません。なんかね。うん。おい、これ何部やった？50戦やった。50戦？それの、この会話がさ、行ってるか？80戦で。80戦だったな。先生、水川先生。なんだ、吉田がボートに乗ったのか。吉田がボートに乗ったのか。マシンだ生徒の府警も十分了解してくれてんだ。それは僕も危ないと思って注意はしたんだ。だがもっと慎重にもっと固く言い聞かせたら、それでもボートに乗ろうという子供は一人もいなかった。誰だって僕の言うことはみんな聞いてくれたと思うんだ。あの日は3年間僕が3人を引き、誰もかもみんなの気心を引き、吉田だって決して調子の言うことを聞かないことじゃない。やっぱりどっか僕の注意が足りなかったんだ。という人だけだったんだよ。あんただけがそう深く思いついたことはないと思うんだろうな。いや、いろいろ心配してくれるのはありがたいと思うんだけど、どうも今度のことは少しずつ考えた上のことなんだから。いや、それはもうよう分かってる。とにかくもう正式に辞表も出したことだし、校長も分かってくれとるんだから。そんなことは問題じゃない。いや、しかし平瀬さん、どうか今度のことはこのままにしておいてもらいたいんだ。僕も考えたんだが、人の子を預かるような仕事はもう本当にこれっきりにしたいんだ。恐ろしくなったんだ。じゃあこの間うちから吉田の親たちのことが頭に飛び出て、僕も子供を持っててよくわかるんだけど、せっかくあれまで大きくしてあんな思いがけない死に方をされたんじゃたまらんからね。楽しみにして出かけた子供が3日目には冷たくなって帰ってきて、それもちゃんと付き添いの教師がついての上でだ。親としては全くたまらんや。楽になかれんや。
暮れのうちに子供心におっかさんに箱根細工の糸巻きを買ってるんだ。僕だって付き添いの教師を恨みや。そんな教師に子供は任しちゃおけんや。僕はこんな仕事が続く恐ろしくなったんだ。怖くなったんだ。第一の柄じゃないよ。しかし、あんたとしても洋平君もいることだし、今後どうするつもりだ。私あたり、国へ帰ってみようと思うんだ。昔に親しくしてた男がいるんで、まあ落ち着いていろいろ考えてみようと思うんだ。ただいま。こんにちは。じゃあ、お帰り。お父さん、あの家で生まれたの？ああ今でもお父さんの家？いや、今はもう違う。さっきお墓へお参りしてたろ。うん。お母さんのお墓の隣におじいさんのお墓があったろ。うん。そのおじいさんがあの家を売ってお父さんを学校へやってくださったんだ。おじいさん、学校やっとったの？いや、おじいさんは漢学の先生だった。あそこから毎日お城へ通っておいでなさい。もっと裏が広くて大きい柿の木だった。うん、なあ、後でお城へ行ってみよう。あ、行ってみよう。よく噛んで食べよう。この町に住んでみようと思うんだ。うん、ならここに帰ってくるの？うん。ならこっちの地方の先生になるの？いや、先生はもうやらん。なあ、お前にも話そうと思ってたんだが、お父さんは先生はもう二度とやらないと思ってるんだ。ならどうするの？どうするかわからんが、ここから虹ばかり行ったところにお寺があって、昔仲良くしてたお嬢さんがいるんだ。今からそこへ行くんだ。お父さん、坊さんなの？いや、坊さんは格の高い方でないとなかなかなれない。心配することない。お前もうこっちの学校に変わることになるだろうが、
どうだ、いいか。まあ、我慢してくれ。そのうちには友達もできるだろうし、どこの学校も同じことだ。なあ。そうか、入っていいや。お父さん、向こうの中学でムジナやろ。だから、僕のことムジナの子、ムジナの子って言うのが、すげえやった。うん。上田じゃまだそれ知らんもんね。うん、それは知る前。職場の方はもう慣れたから。ああ、おかげさんでだいぶ。こんな小さい村で随分子供が生まれるもんだね。ああ。昨日は出産届が3つも出た。そうかな。その割に死なんもんだね。わしは坊主で3番ならやがった。両辺はどうした？さっき誰かが来てトンボ取りに行った。おお。もう友達ができたか。拙者が好きで困るよ。いや、子供は拙者が好きなくらいのもんはええ。ああ、今日はいい日曜だ。来たか。うん。それじゃあ明日赤川行けんぞ。それは夕べのと同じ応用問題だ。まだそんなことやった。夕べ教えたのもう忘れたのか。半分比例の応用じゃないか。甲を次に3人では1からぞ。甲1人では12日、凸1人では15日かかるんだぞ。あ、そうか。お前はどうもせっかちでいかん。落ち着いてやんなさい。中学の試験を受けようというのにそんなこっちゃいかんぞ。大体お前は落ち着きが足りん。中学の試験も通らんようじゃしょうがないぞ。ろくなもんにはなれんぞ。お父さんはお前さえ一生懸命であれば中学ばかりではない、その上の学校へでもどこへでもやらせてやる。落ち着いて考えて。あ、できた。うん。どれ。よし。よし。落ち着いて考えれば何のことないだろう。うん。これでいいんだ。負けないだろう。うん。次の道具持ってください。お前糸をちょっと調べとけ。これでいいの？ああ、よし。明日早く起きて、ミミズ払わんといかんな。裏の一陸の時間ってなんとおるよ。そうか。まあ、父さんも良平も、明日はわしに遠慮せんと運動取ってきてくれ。引導はもう党に渡してあるんや。ここらの早はなかなか素晴らしこいで。
だ。金が済んでいい気持ちだろ。ああ。この子はどうした？誰？何言ってたな。サマリアの息子。あ、フシャ、入ってよ。そうか、辛かった。ねえ、でも僕よく入れたね。無断できなかったからダメだと思った。なに、左ぐらいは大丈夫さ。どうなるよ、ね、お前、中学へ入るってなると、宿舎へ入らんといかんな。宿舎？それで名前は体験だろ。僕だけ上で言ったの？うん。その代わり、一週間に一遍はお父さんが退院に来てやるよ。何？そのうちすぐ慣れるさ。なあ、それにすぐ夏休みだ。夏休みにはまた帰ってこられるさ。Is it a hen? No, it is not a hen. It is a cock. Oi, hen っていうのはウンドリ系？ああ。コックはウンドリ系？ああ。じゃあ、どっかなんだよ？犬だ。犬のオスかメスか？そんなこと知らねえや。英語ってめんどくせえな。What is this bird? Is it a hen? おい、腹へんねえか？だな。なおい、店の上に黄色いのかかってんの、なんてんだよ。ライスカレーか。うん、あれうめえな。うめえけど、カレーな。これか。うん。お父さん、どうしたの？うん。ちょっと町まで出てきたんで、寄ってみたんだが、社官の先生にお断りして、その辺まで出てこんか。ああ。うめえことやったな。また小遣いもらえるでねえか。そんなにもらえんもんか。この前日曜に50銭もらったばっかりやねえか。いやいや、忘れんとけや。ああ、行ってくら。おい、親父来たのか。ああ、親父とやったな。おい、あいつの親父に頭つけちゃうよ。なんだ？無事なんだ。無事だか。そやな。そやな。おい、不全信号、草取りだぞ。しかし、また草取りか。おい、いや、乗れるのは草。なお父さん、今日草取りだったんだよ。宿舎の前の草取りもとっても大変なんだよ。いや、他の人に悪かったな。いいんだよ。お土産買って帰りゃいいんだよ。帰りに大福乳製買ってね。うん。もういいんだよ。なんだ、もういいのか。もう腹いっぱいや。あ、大福から食えよかったな。もう今日はダメだ。おい、虫になるぞ。なってもいいや。ねえお父さん、午後13時やんだね。夏休みか。ねえお父さん、あの川で会えつれんかな。寝るさ。用水の上のとこ解剖すると取れるよ。うん。ねえお父さん、夏休みだったら毎日釣り行こうね。うん。どうもいかんだろう。なあ、料理。今日はお前に話があってきたんだよ。何？いろいろ考えたんだが、お父さん東京へ出てみようと思う。
東京行くの？見えない。いつ行くの？いや、お前はこっちに残るんだ。学校があるんだ。お父さんも考えたんだが、東京に出てもう一働きしてみようと思う。今のままじゃ、この先お前も学校へ行くことも難しいし、お前も中学だけでなく、まだまだ上の学校へも行かなきゃならんのだ。お父さんはここでもう一踏ん張り踏ん張ってみようと思う。なあ、お前ももう子供じゃないんだから、お父さんの言うことがよくわかるだろう。お父さんは東京へ出て働く。お前はこっちの学校に残って一生懸命勉強するんだ。なあ、これからお父さんとお前と競争だぞ。お父さんに負けんな。いいか。お父さんだってまだまだ若いんだからしっかりやるぞ。お前も婚約しちゃいかんぞ。泣かんでもよろし。別に悲しい子じゃないぞ。なに、これが一生の別れというんじゃないし。お父さんが先に東京行ってお前の学校出てくるのを待ってる。なに、すぐ一緒に暮らせるようになるさ。わかったか。わかったな。おい、泣かんでもいい。当分、あえんかもしれんから持ってきたが、これがシャツ、サルマタ、チリガニ、チリタが3ドル。チリタはちょいちょい洗って代わり箱に履くんだぞ。その方がよく持つ。これが風邪薬だ。腹が痛いときにはこっちの方を飲むんだぞ。いいか。これからだんだん暑くなるが、やたらに生水なんか飲まんよ。寝びれせんように気をつけていかんぞ。寝るときは何か腹に巻いて寝なさい。小遣い。あんまり無駄遣いしていかんぞ。しまってみて。向こうへ着いたら、早速お父さんも手紙を出すが、お前も一週間に一度は手紙を書け。なーに、今までと同じ、今度は手紙で会うんだ。いいか、わかったな。切手はここに入って。もう、泣くな。もうそろそろ帰らないかんだろ。釈迦の先生には何時まで聞こえられてきたんだ。7時までならまだ間がある。しっかりやれよ。もう一本。おい、お前ライスカレー食うか。うん？じゃあお酒だけ。おい、良平、こっちおいで。おい。泣いちゃおかしいぞ、男の子が。泣かんもんだ。
高等学校出られました。ええ、大丈夫ないですかね。で、大学はどちら？仙台なんですよ。今度こそ東京で一緒に暮らせると思ったんですが、どうも縁がなくて。そうですか。でもお楽しみですな。いやー、まだまだこれからってしっかりやってくれればいいと思ってるんです。ちょっと失礼。いや、ちょっと失礼。いや、これはこれは。やっぱりあなたでしたか。お久しぶりですな。いや、またどうも妙なところでお目にかかるもんですな。どうもさっきからよく似たからだと思っていましたが、まさかあなたが東京においでになるとは。いや、また妙なところでお目にかかるもんですな。あなたもずっとこちらで？ええ。これは、ちょっと用意になるんですか？ええ。そうですか。私も去年の秋からこうした詰めになりまして、これはちょっと来るんですが、今までよくお目にかからなかったんですが。本当ですな。いや、ご避けて。いや、どうも、お待たせしました。最後にお目にかかったのは、私が上田の寺を訪ねした時ですから。あれからかれこれ13年にもなりましょうか。もうそうなりますかね。何しろろくに方角もわからないところへ出てきまして、ただもうその日その日を忙しく終わりました。いつも気にしながらどちら様にもしっかりご沙汰して。いや、ご無沙汰はお互い様ですよ。あ、よしよし。口を持なんですけど。いや、どうぞもお構いなく。これもしかしないか。どうだ。いやー、これじゃあ表でお目にかかってもとても分かりませんな。いやー、大変ご立派で綺麗で。おいくつにおなりで？21なんです。どうもなりかたりおる。いやー、どうぞ。なかなかご立派で。あ、せいちゃん。おい、坊主、こっち来てご挨拶しないか。嫌だよ、せいちゃん。え、だったら嫌だよ。おい、あれですから、困ったもんですよ。いやー、子供は元気がいいのが何よりですよ。ダメじゃないの、せいちゃん。お辞儀しなくちゃ。バカね。何？盗みに行くんだよ。ダメダメ。ダメよ、客さんにもお辞儀しないで。おい、姉ちゃん。ダメ。おい。で、市役所ではどういうこと？ええ、東京市の資料編纂なんですよね。まあ、すぐでなきゃやれん仕事ですよ。
どう？いや、もう。まあ、私のような老朽教師にはうってつけですよ。いや、こんにちは。お、どうした？ニュース見に行くんだよ。しょうがないやつですよ。お宅の両陛君は？いやー、あいつもおかげさまで、今年やっと先代の帝大を出ましてね、もう25になりましたよ。おお、もうそんなになられましたか。で、お勤めの方は？学校の紹介で秋田の工業学校の方へ決まりましてね。おお、それは結構で。いやー、妙なもので、もう一生教師はやるまい、しがれにもやらすまいと思っていたんですが、ああ、やっぱり巡り合わせと言いますか、何と言いますか、カエルの子はやっぱりカエルで。いや、いいじゃありませんか。羨ましいですよ。しかし、離れ離れでお菓子はあんたも寂しいですな。いや、昔からもう慣れっこですよ。あいつとも随分長いこと別々に暮らしてきましてね。今年こそどうやら一緒になれると思ったんですが、どうもやっぱり縁がないとでも言うのですか。しかし、あんただってお達者だし、一緒に暮らすときはこれからまだまだいくらでもありますよ。それはまあ、そうです。いや、本当ですよ。すごいや、まあ、きりはないけど、両陛君はもう立派になられたんです。なんといってもお楽しみですよ。私のところなんかまだまだこれからですから。ああ、子供はいつになっても同じですよ。うちのやつもうまくやってくれますか、どうですか。三リットル電は、それに農商さんと農林さんとの混合用意、すなわち、混算を作用する日々です。ヒロギが3つだね。黄色の結晶であるが、光に触れると黒煙する。摂氏81度で融解し、240度以上に加熱すれば爆発する。爆発の際は、2分1の3リットルトロエンが12分1の一酸化炭素と、それから2分1のメタンと1分1の水素と、それから3分1の窒素とになる。このように多量のガス体を発生するから火薬として使用される。死ぬまで帰ってきた。お前この前も帰ったの？ああ、ちょっとっす。だってもう弟が生まれたんで、姉さん蹴ってみてんす。弟が生まれれば帰ってもお母さんのおっぱい飲めないぞ。そんなこと飲まない。お父さんはいつだ。お父さんの年忘れちゃダメだぞ。兄さん、先生言っておられるんだったな。ああ。私はが。うん、ダメだ。兄さんがおられるので、来て困ってはしないか。困ってないです。近所の人はよくやってくるから、そんなことないです。そうか。それはありがたいな。お前もしっかり勉強しろよ。お父さんやお母さんに、あんまり心配かけるなよ。
よし。わし、ケルス。あ。なんだ先生、今度の日曜日に何でもみんなして安家に行くんですけど、先生も行かないんですよ。今度の日曜はダメだよ。どうだすよ。うん、どうだすべきよ。どうだよ。いつもなさって、普通に伝えて。そうはいかんよ。親父に会いに行く。神社、神社。出すか。先生もまだお父さんに会いたいですよ。それ会いたいさ。いくつになっても同じことさ。ダンスじゃ。一晩のおすべか。んでの。伊藤ケルス。谷ケルス。今度行くよ。お願いしますけ。お達者ですか。うん。もういいお年でしょうね。いや、なかなかお元気だよ。ちょいちょいお目にかかってこのお相手をするよ。そうですか。白は持たれるけど。もうちょっとお目にかかってみたいな。うん。お前、先生のところのおふみさん、覚えてるか。さあ。金沢にいた時分、まだこれくらいだったが。ああ、覚えてます。ちょこんとした頭して、黄色い手首して。うん、もう大変立派になられてな。そうですか。随分泣き虫の子でしたが。どうだったかな。いやあ、今日は飲んだぞ。いい気持ちだ。お前、なかなか強いな。いや、ダメですよ。お父さんはしかし、毎晩こうは酒は飲まんぞ。今日は気持ちがいいので、特別だ。お前、タバコはやらんのか。少しやります。1分いただきます。いつ覚えた。いや、別にしたら。そうかい。少
小芝居はあまりやらんほうがいいぞ。こいつは頭悪くする。そうですか。ねえ、お父さん。ん？実はこの間から考えてたことなんですけど、学校へそうだと思うんです。なぜ？東京へ行きたいんです。どうして？勤めが気に入らんのか？いえ、そうじゃないんですが、なまじこのまま向こうで勤めてしまうと、いつ東京へ出ていけるかわからないもんですから。僕は中学の時から随分長い間、お父さんと暮らすのを楽しみにしていて、今度こそ一緒に暮らせると思ったら、また秋田県の方へ決まってしまって、僕はもうお父さんと別れて暮らすのがとてもたまらなくなったんです。それは僕だって、せっかく学校を出していただいて、その上、こんなわんわん言って申し訳ないと思ってるんです。この際、東京出て、お父さんのそばで仕事を見つけたいと思ってるんです。ねえ、お父さん、どうでしょう。うん、今なら東京にだって仕事はあると思うんですが。ないか。そんなことは考えることじゃない。それはお父さんだってお前と一緒に暮らしたいさ。だがそれは仕事とは別のことだ。どこでどんな仕事だっていい。一旦与えられた以上は定職だと思わねえか。と平は言えんのだ。人間には皆分がある。その分は誰だって守らないか。どこまでも尽くさないか。市場は許されんのだ。やれるだけやんなさい。どこまでもやり遂げなさい。それでこそ運は守れる。それは仕事だ。辛いこともある。一苦一楽は遺伝まし、伝極まって福をなす者はその福を初めて久しだ。辛いような仕事でなければやりがいはないぞ。それをやり遂げて初めてその福を久しだ。わがまま言えん。がは捨てん気だいかん。そんなのんきな気持ちでは仕事はできないぞ。ましてお前のはやりがいのある立派な仕事だ。王子の政党を預かって、家の方はみんな苦労されて、大事な息子さんたちをお前に任せておられる。先々良くなられるも、悪くなられるも、みなお前の考え一つだ。お前のやることはどんな些細なことでも、みな生徒たちに響くんだ。軽々しく考えちゃいかん。責任のある大きい仕事だ。お父さんはできなかったが、お前はそれをやってくれんけりゃいかん。お父さんの分までやってほしいんだ。お父さんはお前に頑張ってもらいたいんだ。離れ離れに暮らしていたって、会いたきゃまたこうやって会える。これでいいじゃないか。お互いにやれるだけのことをやって、これで楽しいじゃないか。どうだろう。いいじゃないか、これで。いいかな。分かったかな。まあ、しっかりやんなさい。
惜しかったな。もう少し時間があればもっと釣れましたね。うん。こんなことなら昨日の夕方釣ればよかったですね。うん。早いもんだね。あったと思ったらもうお別れだな。ええ。随分長い間楽しみにしてたんですが。まあいいさ。一晩お前とゆっくり話ができたんだから。とても楽しかった。お前来て大丈夫か。ええ、大丈夫です。無駄だ。楽しみにしてるぞ。ええ。体は大事にせんといかんぞ。病気などいいように。ええ。今どきお役に立たんようじゃしょうがないからな。大丈夫ですよ。うん。気をつけてくれ。ねえ、お父さん。うん。小遣いあげましょうか。おお、小遣いを。私にくれるのか。ええ。少ないですよ。もらってください。もらっていただこうと思って、別にしてたんですけど、あんまり少ないんで。そうか。じゃあ、いただこうか。どうぞ。いや、ありがとう。これは持って帰って、お仏壇にお上げして、お母さんにもお見せしよう。ええ。いや、ありがとう。ねえ、お父さん。指輪すいませんでした。いや。どうも、わがまま言いました。いや。私も少し言い過ぎたが、分かってもらえてよかった。まあ、しっかりやってくれ。今時、アンカンとしておっては申し訳ないぞ。お父さんもやるぞ。まだまだやるぞ。さあ、お互いにしっかりやろうじゃないか。ええ、やりましょう。うん、忘れ物ないように。ああ、よくミスがなく。ごめんかです。ね。農家は私に。はあ。それが今年。あ。私の方もいつでも喜んで。そうすか。
じゃあ、内科じゃない方がいいから、この土曜か、来週の水曜日あたりどうだろう。そうだな。先生、どちらがご都合よろしいでしょうか。じゃあ、甚だ勝手ですが、来週にしていただきましょうか。そうですか。実は、この土曜日あたり、手がれが出てきますので。そうですか。今、秋田県の方へ行ってらっしゃるから。洋平さんとかおっしゃいましたね。まずいぶん立派になられたでしょうな。いや、おいくつになられましたか。25になりました。はい、いらっしゃいました。あ、ただいま。若旦那様がおいでになってました。お、そうか。いや、おかえりなさい。いつ来た。1時間ほど前。どうか、早かったな。明日か明後日じゃないかと思ってた。止まらなかったのか、クリアは。ええ、おやじさんにだいぶ止められたんですけど。うん、持ってあげればよかったな。ええ、でも早くこっち行きたかったもんで。そうか、お嬢さん、お達者だったか。ええ、とてもお達者で、お父さんに言ってそば粉いただいてきました。うん、やだ、お嬢さんまだ、ね、いろいろお茶飲んでおいでで。そうか。で、どうだった、検査は。いやよくやってくれた。お母さんにご報告しなさい。それでわしも安心した。お前は小さい時弱い子だったが、よく大きくなってくれた。いや、なかなか立派だ。今度はいつまでいられるの。10日ほど休暇をやってきたんだ。そうか。じゃあ今度はゆっくり休めるな。ええ、音を起こした成功、この前の時若くなったな。そうですか。うん。おう、まだあるな。ハゲですか。うん。覚えてるか。ええ、縁側が起こして。うん。お父さん。まあ、お前だけはいい。まあ、いいから。そうですか。じゃあ、いただの浴衣を渡してあげなさい。はい。お風呂から出たら一緒にお夕飯を食べると。はい。Thank you.
どうぞ。ねえ先生、覚えてらっしゃいますか？僕3年の時に岩本と喧嘩して先生に伝わって。どうだったかね。ねえ、長い。あの、いや、一人になりました。職員室に立たせておいて先生忘れて先に帰ってしまったんですからな。そうだったね。どうだった。堀川先生にもよく怒られましたよ。自分についてはよく見つけられて。ああ、そうそう、あんた言うてもよく見て無理をしていましたな。こいつは犬虫ながらこのある博士になる。おお、それはそれは。機敏子ですから、ひいきにしてやる。その代わりなかなか治りませんよ。だからって言うね。おい、おい。あ、いや、どうも。先日ですが、ちょっとご挨拶申し上げます。本席は両先生ともお忙しいところをわざわざおいでくださいまして、我々一度花田感謝に堪えない次第であります。厚くお礼申し上げます。中学を出てから、ここに重優育成層、図らずも本席一堂に会しまして一席の感を尽くすことを言いましたのは近海これに過ぎるのであります。両先生ともこれをご縁に今後とも、何分よろしくご指導のほど我々一度お願いいたす次第であります。何もありませんが、たくさん召し上がって、わしの中学生に帰って大いに愉快にやっていただきたいと思います。ちょっとご報告申し上げます。もうあとその他に2名見えるはずなんですが、佐々木は急に会社の出張で神戸から電報が来ております。呼びます。両先生のご健康を祝し、ご盛会を祈る。それから長西君からは電話がありまして、先ほど男のお子さんが生まれになります。母子ともに健全。目下取り込み中、ちょっと遅刻の様子であります。それはおめでたい。この度は私どもあくまでも盛大にお招きくださいまして誠に感謝に堪えない次第です。皆さんの昔に変わらんお元気なお顔を拝見して、こんな嬉しいことはございません。私も昔皆さんから無事なと呼んでいただきました。だいぶ無事なも年を取りまして、ただいまではかえって皆様方のご指導を仰ぎたく思っている次第であります。どうか皆さんもますますご尊敬に、ますますご奮闘、職位一方向の実を挙げられることをお願いする次第です。甚だ簡略ながら御礼方々ご挨拶申し上げます。私の申し上げたいことはただいまの堀川先生の言葉にもうすっかり尽きております。どうか水なりを取らず、この鶏もよろしくご指導のほどお願いいたします。いやいや、もうだめだよ。さあどうぞ。深井先生、本当にしばらく先生が東京においでになるとは思いませんでした。いや、井川先生、そうです。ありがとう。どうも、あんたは大変立派になられて。もう、奥さんは？あ、ありますよ。直り、大体あるな。あ、お
そうですか。皆さん、奥さんをお持ちの方、手を挙げて。おお。いや、どうも。独り者はあなたと私だけですな。そうですな。お子さんのある方、手を挙げて。これはおめでたい。二人の方は手を挙げて。三人の方。さすがにまだ三人の方はありませんな。そうですね。先生、四人。これはおめでたい。ああ、堀川さん。しかし早いもんですな。もうみんなお子さんが割で活躍しておられるんですからな。早いもんですね。先生どうぞ。あ、これは。じゃあ、先生どうぞ。私はもう十分いただいて。それはそうおっしゃらないです。どうぞどうぞ。しかし世の中のことなんてわからんもんですな。いやー、全くね。あんたはあの修学旅行の事件で辞められて、それから十何年か経った今日、またみんなと一緒にこうやって床にやっとるんですからな。そうですな。あ、先生はまだ、岩田に吉田の命日には、川里お供物を送ってらっしゃるんですよ。いや。いや、この間国に帰ってそれを聞きまして。いやお恥ずかしい。ただほんの気持ちだけのことで。いやその気持ちだけのことが、なかなかできんもんで。どうぞ。いやこうやってお話してると、皆さんにどっかやっぱり昔の面影がありますな。そうですな。全く妙なもんですな。ねえ、平田先生。私があの中学を辞めて国へ帰るとき、会をやってくださったことがありましたな。そうそう、そうでしたな。いやあの時のことをよく思い出すんですよ。西川の河原に水槽がきれいですね。そうでしたな。あなたはお別れに詩を歌われて、ほろりとしましたよ、あの時の詩には。いやー、それで詩におやりになる。それはもう大変お上手。ああ、それはお聞きたいですな。ぜひ聞かせてください。いやー、先生、お願いしますよ。一つ聞かせてください。おうおう、緊張緊張。お願いします。では、やりましょうか。連中がみんな立派になっててよくやってくれたよ。そうですか。ああ、ありがたいもんだよ。大したこともできなかった昔の教師を忘れないで、何から何までよく気がついてよくやってくれて嬉しかったよ。そうですか。ああ、今日は愉快だった。たくさん集まったんですか。うん、みんなお前のことを大変喜んでくれて嬉しかったよ。どうですか。まあお前も皆さんに劣らんようにしっかりやってくれ。ええ、いや人間なんて何でもできるだけのことはしとくもんだ。ところの奥美さん、どうも。どうって。いや、お前のお嫁さんにどうかと思って。
や、まだまだ。いや、ご無理なんなら私も気に入ってるし、日方先生からも話があったんです。何も恥ずかしがらんでもいいんだ。本は後でも読めるぞ。どうだい、それとも誰か他に心当たりでもあるかに。いや、別に。どうぞ、もらってみなさい。お前ももう立派に講師に合格したんだ。田舎で一人だと何かにつけて不自由だな。どうだ、お父さんならもらうぞ。ええ、お父さんにお任せします。そうか、任せた。いや、君さんならとてもいい。真っ黒になってよく来たら、お父さんはああいう人をお前のお嫁さんに欲しかった。今日はどこへ行く？神田へ行こうと思ってるんです。また神田か。ええ、ハーグの本で星があるんですけど、この間一つ見つけたんですよ。表紙が取れていて汚かったものだ。今日探してみてないけど、それ買ってこようと思ってるんです。一度上野の博物館も見ておきなさい。なかなかいいものがある。そうですか。一瞬であれほどいいものが見られるのは他にはあるまい。今ちょうど火山のものが全部できる。そうですか。見ときなさい。よく見てわかるが、なかなかどうして。昔からの日本のものには深い味わいがある。ええ、行ってみましょう。うん。あ、今日は帰りに平田先生をお連れしてくるから、お前もなるべく早く帰ってください。ええ。いいな。お父さんどうしたんですか。どうなったんですか。ちょっと苦しくなってな。お父さん大丈夫ですか。お父さん。大丈夫だ。お父さん大丈夫ですか。今日お休みになったらどうですか。社員ですよ。はい。お父さん、お父さん、ちょっと洋服を脱がしてください。
ってんだ。お父さん、お父さん、お父さん。先生いらっしゃるんですよ。いや、これはどうも。先生、堀川先生、しっかりしてください。ありがとう。富士さん、両兵を頼みます。やんなさい。何も悲しいことはないぞ。お父さんはできるだけのことはやった。ああ、私は幸せだ。力は及びませんでした。泣かれることはない。お父さんは立派な御産後だった。生きている間にできるだけのことをやったはずでなければ、あんな見事な御産後は滅多にできるもんじゃない。古川先生は実に立派なお方だった。あんたはあんないいお父さんをお持ちになってお幸せだった、ね、泣かれることはない。
ですね。せいちゃんも寝たでしょうか。せいちゃんきっと寂しがってるの。明日からお父さんも何かとご不自由だろう。ねえ、よかったらお父さんたちにも秋田の方に来ていただこうじゃないか。ええ、みんなと一緒の方が賑やかでいいからな。ええ、そうですわね。僕は子供の時からいつも親父と一緒に暮らすのを楽しみにしてたんだ。それがとうとう一緒になれて、親父に死なれてしまって、でもよかったよ。たった一週間でも一緒に暮らせて、その一週間が今までで一番楽しい時だった。いい親父だったよ。